1980年、すでに人類は地球防衛組織シャドウを結成していた。シャドウの本部はイギリスのとある映画会社の地下深く秘密裏に作られ、沈着冷静なストレイカー最高司令官のもと、日夜謎の円盤 UFO に完全と挑戦していた。シド、コンピューター衛星。このシドが UFO 侵入をキャッチすると、直ちにシャドウ全ステーションに急報。スカイダイバー、それはシャドウの海底部隊、世界で最も進んだ潜水艦である。その前部にはスカイワンと呼ばれるジェット機が装備され、海上を超スピードで進み敵を撃破する。人間の最高頭脳を結集して作られたシャドウのメカニック。ムーンベースは月面基地。ここにはミサイル用撃機インターセプターが非常事態に備えている。 UFO 撃退の準備はできた。防衛組織シャドウの防衛網は完璧に近く、 UFO の接近はことごとく事前に探知されて緊急処置が取られてきたが、ここに全く信じられないことが起こった。厳重を極めるムーンベースの防衛網をかいくぐって UFO が一機密かにムーンベースに接近し着陸に成功したのだ。しかもシャドウのメンバーでこの非常事態に気づいた者は誰一人いなかった。あと一日ですね。そう、あと一日だ。やっと懐かしの惑星帰れますよ、地球へ。君は帰ると寂しくなるな。またいや本当だよ、君がいてくれたおかげでみんな大いに楽しかった。僕もできればもっといたいんですけど。何百人という美人が首を長くして君を待ってるか。何百人はちょっとオーバーですよ。20人ぐらいですかね。コーヒーは？いただきます。ほら、エアモルテル、
謎の円盤 UFO。 宇宙人が発射した一発の銃弾によってムーンベースのレジャールームは完全に破壊され、宇宙飛行士ビル・グラントも尊い命を失った。直ちにシャドウは修理作業を開始、その原因究明に乗り出した。テスト異常なし、圧力を上げろ。付近を徹底的に捜査しろ。壊された窓の破片を全部集めて元通りにつなぎ合わせるんだ。原因が分かる。宇宙飛行士ビル・グラント、勤務中に殉職、1981年4月12日。宇宙飛行士ビル・グラントの遺体を乗せた葬儀ロケットは限りなき宇宙の彼方へと飛び去った。窓を復元しました。発射された位置はムーンベースから200メートルほど離れた岩陰だと計算されます。弾の成分は一部合金が使用されているとしか分かりません。地球には存在しない物質が含まれています。ということは UFO が我々に探知されずに月面に着陸し、乗っていた宇宙人が降りてムーンベースを狙ってこれを撃ったというんだな。3日前に隕石群が月のそばを通ったため探知機能が妨害されました。その時に降りたか。おそらくそうだ。そして攻撃してまたすぐ飛び立ったのか。いえ、飛び立った形跡はありません。まだどっかにいると思われます。そのためインターセプターを飛ばして厳重な捜査を行っています。もし発見したら。命令は直ちに撃破せよです。ルナキャリアはいつ月へ向かえる。明日1400です。フリーマン、私はホスターと共にムーンベースへ行く。その間ここの指揮を頼むぞ。分かった。それから地球の大気圏内における UFO の分解作用に関する資料を全部集めてほしい。30分待ってくれ。ホスター、インターセプターに与えたる命令を変更したまえ。 UFO を発見しても撃破するな。木っ端みじんにしたい。そういう君の気持ちはよく分かる。死んだビルのためにもな。しかし UFO は長く地球上にいると分解することが判明している。ということは地球の大気と関係があるように思われるんだが。しかし月には大気がない。その通りだ。だから UFO を捕獲するまたとないチャンスじゃないかな。無傷で。まあ焦っても仕方がない。月へ出発するのは23時間後だ。久しぶりにどっかへ出かけたら気分も変わる。操作してもらいます。
連絡場所を知らせておきますから。私には分かってるよ。ポール。いや。まあ、すごく綺麗。どうして電話くれなかったの？片付けといたのに。Foster, you'll be home in time for supper. Who? Moonbase. ルナキャリアは地球と月を結ぶ連絡機である。大気圏までこのルナキャリアが運ぶと、あとは後部に組み込まれたルナ宇宙艇が本体と離れ月に向かう。撮影した航空写真をできるだけ早くこちらへ回してちょうだい。司令官はまずそれをご覧になります。いや、その前にぜひ頼みたいことがあるな。香りのいい熱いコーヒーだよ。君の自慢のコーヒーを飲ませてくれ。ミスニーナ。はい。ムーンベースの住み心地はどうだね。君の着ているコスモルックはなかなかチャーミングだよ。ありがとうございます。レジャーセクション行ってるから、航空写真はそちらへ持ってくるように伝えてくれないかな。はい。ミスジョン、クリームと砂糖をたっぷりと入れてくれ。はい。高度休戦の赤外線写真です。なるほど、ここか。そうです。これをどうぞ。いたいた、これだ。ムーンモービルで交易にはどれくらいかかる？20分ほどだと思いますが。行動開始だ。乗員は1台に2名ずつで2台派遣しましょう。それで乗員として誰を推薦する？ぜひ自分を入れてください。ありがとう。マークは適任です。地理に詳しいので。よろしい。ナビゲーターは君が選びたまえ。ありがとうございます。さて、残る1台は誰にするかな？あとはもちろん自分が乗り込みます。ミサイルを装備していった方がいいでしょう。ムーンベース司令官として君はコントロール室にとどまるべきだ。いや、行かせてください。助けを求めたビルの姿がこの目から離れないんです。4号からコントロールへ。目標地点まであと 4.5 キロ。了解。明暗海線を越えるぞ。暗くなるんで注意するよ。コントロールからムーンモービルへ。距離を詰めて行動してください。
4号了解。マーク、今の聞いたか？はい、大丈夫です。すぐ後ろについていきます。目標まであと3キロ。重ねて注意するが、危険を感じたらすぐに撤退しろ。インターセプターを攻撃に向かわせる。わかりました。危険はないと思いますが、以上。今日は肉眼で見えるはずだ。手前のモービルを降りて塔で接近する。了解。よし、行こう。見える。いましたか？生物はどうです？わからん。コントロールへ。 UFO を肉眼で確認した。位置は？写真で発見した通りクレーターの中央です。動いていません。どんな状態だ？よくわかりませんね。着陸の際に事故を起こしたとも思われますが。放射能は反応を示してるか？ゼロです。何の反応もありません。 UFO が事故を起こし宇宙人は逃げたのか？こっからではわかりませんので、2分後に接近します。よし、警戒態勢。エアの補給異常ありません。タイムチェック、11時4分45秒。よし、チェック。落ち着いて。壁の向こうに大きな岩がある。前の者がその岩を越えてから次の者が登るように。了解。先頭は誰です？もちろん私だ。自分が続きます。次はブレッド、そしてドンだ。他に質問は？途中で宇宙人を発見したらどうしますか？殺しても構わんが、円盤は何とか捕獲したい。待て。
UFO が攻撃を始めました。非常態勢、インターセプター直ちに出撃。コンピューターに攻撃をプログラム。はい。早く脱出しろ。現場にムーンモービルがいる。私が命令するまで攻撃してはならん。大丈夫ですか？ああ、脱出せよとの命令です。これじゃ身動きできん。ムーンモービルを取ってくるぞ。その間に UFO が逃げたら、その時は仕方がない。2分待機しろ。目標地点到着4分前。こちらコントロール、まだ脱出できないのか。あと2分待ってください。何を手間取ってる。まもなく脱出する予定です。ムーンモービルは撤退しろ。マークどうぞ。聞こえるか？マーク応答しろ。聞こえるか？マーク応答しろ。マーク、インターセプター目標まであと90秒。何か事故があったに違いない。脱出するぞ。インターセプターが UFO を肉眼で捕捉、離陸して逃亡する模様です。攻撃開始。助かってるかもしれません。私もそう思いたい。しかしその可能性はまずないな。でも生きてるかも。しかしムーンモービルは跡形もなく飛び散ったんだぞ。ダメだ。
淡たる結果だ。ムーンモービルが1台完全に破壊され、あと1台は奇跡的に何とかベースに帰還できた。ムーンモービルの代わりはある。だがホスターはいないか。そうだ、実はそのこともあって私はしばらくムーンベースに残る。新しい司令官を選ばなくてはならん。それで片付くのか。言いたいことは分かってる。私だって同じ気持ちだ。私の代理として一つしてもらいたいことがある。ホスターは身寄りはいなかったが、親しい友達がいたんだ。恋人か。そうだ。誰よりも彼のことを心配している。辛いだろうが一つ頼むよ。よし。名前は？ティナ・デュバル、ウィンダーメアホール19号室だ。分かった。デュバルさん。はい。フォスター君の友人のフリーマンというもんです。いや、そのまま楽にしてくれ。ちょっと横になろうと思いまして。そうか。今日は体に応えたろう。ムーンベースの重要性は今さら君にとやかく言うまでもないと思うが、シャドウの防衛網の要だ。だからムーンベースの司令官は我がシャドウの最も優れた幹部の一人でなければならん。一度よく考えてみてくれないか。私になれとおっしゃるんですか。そうだ。驚いたかね。いえ、分かってました。でも断ったらどうなりますか。君以外に考えていない。大変光栄に思います。しかし私には適任ではありません。君を選んだのが間違いだというのか。いえ、ランクでは自分がフォスターの次です。だから口をかけるのは当然ですよ。なるほど。しかし君はその当然の誘いにあえてノーと答えた。なぜだ。なぜノーと答えたんだ。肌の色です。バカなことを言うな。くだらん人種差別など5年も前に消え去ったはずだぞ。そう思いますか。表面ではそうかもしれません。しかし心の底にはまだ残ってます。危機に面したとき必ずそれが現れます。本当言うと喜んでお引き受けしたい。しかしこのことを思うと素直にはならないです。マーク、これは君に変わらず誰にとっても大きな試練だ。たとえ君の顔に赤い斑点や白い縞があっても構わん。君が適任だと思うから頼んでいるんだ。やる気はないのか。あります。名誉だと思います。でもフォスターは大佐のことを思うと。フォスターの死を喜ぶ者はいないよ。
さあ、少し休みたまえ、司令官。宇宙飛行士は診療室へ出頭してください。おはようございます。おはよう。一同代表しておめでとう言わせていただきます。どうもありがとう。コントロールからモービル3号へ指示通りエリア183へ進め。了解。モービルを出したのか。そうです。 UFO クレーターへか。はい、 UFO の破片を探すためです。許可を得る必要はないと思いますが。ないね。どうぞ司令官。
コースを2度ほど左へ寄せて進もう。15キロ先に危険なクレバスがあるぞ。それを避けて回る。了解。なるほど、厳しいな。何がだ。前に見えるクレバス帯だ。これ危ないぞ。早くエアシリンダーを持ってこい。おい、わかるか。助かったぞ。助かった。見つけたぞ。な、いいか、君はここにいろ。わかったか。君はここにいろ。通じられる。向こうにいるの。僕を助けてくれた恩人だ。何か言いたいことがあるようだぞ。話は後でゆっくりだ。聞こえないのか。宇宙人がいるんだ。悪いけど何も聞こえないんですよ。さあ手を貸してくれ。宇宙人がいるんだ。友達だ。力を入れないでくださいよ。何を言ってるんだろうな。
とにかくムーンモビル運ぼう。話はそれからだ。担いでいこうか。ちょっと待て。頼む。宇宙人がいる。友達だ。僕を助けてくれた。宇宙人がいるんだ。宇宙人がいるんだ。宇宙人？宇宙人がいるらしいぞ。宇宙人？違う。やめろ。撃つな。そうよ、全然わからないわ。死んだと言われたのにちゃんと生きてて、何もなかったみたいに涼しい顔して現れるんだもの。こんなこともう我慢できない。僕には人に言えないことがあるって断っただろう。仕事のことでしょ。でもそれは相手次第じゃないの。私でもダメ。ティーナ、残念だよ。これでおしまいね。月面で消え去った宇宙人の生命、苦難の旅から生まれた不思議な友情の芽は一瞬に摘み取られた。もしこの友情の芽が輪のように広がり、宇宙人と地球人との間に本当の友情が生まれていたら、地球の将来にどのような影響を及ぼしたか、それを知ることはできない。しかし今、一個の生命が摘み取られたことによって、UFO への恐怖はさらに増したと言えるであろう。